おはようございます。今5時45分ぐらいです。寒い。起きた瞬間から寒くて、ちょっとやばいっすね。起きた瞬間から寒くて、やっぱ寒いな。ちょっと布団欲しくなってきたな。こうなると布団欲しくなってきたんですけど、寝るときはな暑いんだけど、朝になると寒いですよね。はい、昨日結局12時過ぎぐらいに寝たんで、もう5時間半ですね。ちょっと11時か10時にはもう今日から寝たいと思います。5時半半じゃ多分睡眠足りない。頭痛いですもん普通に。ということで、もうマジで仕事行きたくないけど行きたいと思います。鬱になりそう。鬱になります。いやマジでうざいこと起きました。ただいま今6時5分なんですけど、もう仕事が終わりました。いやっていうのも、普通に昨日帰る時に明日朝6時ねって言われたのに、今日来たら今日12時からだよとか言われて、まあ、ぶち殺そうかと思いました。ふざけんなよ。12時から8時半だからスノボーできないし、今日バックレよっかな。ありえないっすよねマジで、このクソ。しかも来週のスケジュールとか出ててほぼ全部6時からで、夕方からって言ったの俺わざわざ夕方からにしてって言いに行ったのに、なんかそれも聞き入れてもらえないから、ガチで今クソ腹立ってます。腹立ちすぎてやばい。いやうざすぎ。あーうぜー。12時から8時半のシフトとか一番最悪。ちょっと今からキッチンのマネージャーみたいな人に連絡します。もう文句言う。最悪だよ。起きなくて済んだじゃん。だったらふざけんなよマジで。最悪だ。もう寝よ。寝ます。おはようございます。帰ってきて6時ちょいに帰ってきて、そっからね7時半ぐらいまでなんか携帯見てて、一回目が覚めちゃって、でその後また寝て、今9時40分ぐらいです。今ねなんか夢の中でなんか英語を見たり喋ったりしたら、なんか英語のなんか効果が出てる、効果つうか英語の能力上がってるとかたまに言うじゃないですか。俺出てきました今初めて。俺普段夢見ないですけど、なんかこういう多分薄い眠りの時だと夢見るんですけど、英語出てきました。俺が英語喋ったか覚えてないんですけど、友達が出てきて、友達が英語喋ってるのを夢で見ました。しかも今何て言ったか覚えてるし、だからなんか良かったです。つかもう髪とかマジで切りたい。髪切って、ひげ剃って、眉毛剃ってやりたいですね。もうあともみあげとかもマジ切ったね、この辺とか。なんかもみあげってなんか生やしたの多分マジで何十年ぶりじゃないけど、ずっとツーブロだったから、いつぐらいだろう、中学1年生とかもう坊主だったか、だから小6とかも小学生ぐらいに遡ると思います、ツーブロじゃないのは。なんかマジ気持ち悪いっす。眉毛もめっちゃ太いし、なんか生えすぎだし、ひげも汚いし。あれですよね、YouTube 顔出しで動画上げるから、もうちょっと綺麗な格好で映りたいですけど、もう無理っすね。はい、でめっちゃマジで喉が渇きます。めちゃくちゃ水飲んでるんですけど、死ぬほど喉が渇く。しかもなんか寝てるときは意外と大丈夫になって、寝て起きてからめっちゃ喉が渇くようになって、もうなんですかね。なんかずっとね風邪気味っていうかね、なんか鼻がちょっと詰まってて、あと喉も若干痛いみたいな感じですね、ずっと。であと頭が死ぬほど痛い今日は。
多分それはね、多分寝不足とかだと思いますね。まあ、熱の時の頭痛いの頭痛とは違います。で、なんか9時からあのリフト開くから9時から、まあ、12時から仕事だから11時半ぐらい前、2時間ぐらい滑ろうかなと思ったんですけど、やめました。天気があんまり良くないのと、あと普通にね、なんか頭痛がちょっとして、スノボ滑る気にならなかったんで、あー、いや、これがせめて2時半かな、3時スタートだったらな、結構いいんだけどな、3、4時間フルで滑れれば。それをあのメールしたんで、まあ、今日もあのなんかシェフいるんで、あの話してみたいと思います。つか一回話したんですけどね、そう、まあ、よくわかんないけど頑張ります。あ、何回かうたた寝を繰り返して12時になりました。天気良くなってますね。なんかサンシャインビレッジいつも午前中曇ってて、なんか午後から晴れるってことが多いっぽいですね。なんかちょっと見た感じ。危ないな、みんな。まあ、ということで、今日はね、これから一応8時半まで仕事です。で、あの、まあ、シフトの方は、あのシェフの人と話し合うんですけど、あの、それを一旦マネージャーの方に一旦メールしてみたんですよ。したら返信が返ってきて、まあ、シェフと相談してって言われて、プラス俺時給18ドルだと思ってたんですよ。普通になんか契約の時18ドルって言われたから、てかメールにも18ドルって書いてあったし、でもしたら18ドルプラス1ドルだったんですけど、まさかの、時給20ドルでした。あのプラス1ドルやばくないですか。時給20ドルプラス働いた時間、あの全てにプラス1時間なんで、まあ時給21ドルっすね。やばすぎ、やばすぎ、時給21ドルやばすぎでしょ。今円安だから時給2100円ぐらいっすよ。最高すぎるわ。それ聞いてちょっとね、頑張れるわ。まあ時給2ドル上がったんでね、思ってたあれから。時給2ドル上がるってことは1日で16ドルぐらい変わるから、1週間で90ドルぐらい変わるんか。約月、週1万月4万変わるんですよ。あー、でけえわそれは。あざーす。ということで、多分今絶対昼のピークだから、行った瞬間からクソ忙しいけど、まあ、頑張ります。いや、マジで疲れました。ただいま4時なんで、まあ今が折り返しですね。やっと折り返しかって感じで、あと4時間これからめっちゃ多分夜ご飯混むんで最悪です。土曜、今日土曜なんで、ね、まあ、頑張りたいと思います。あ、今からあのブロッコリーをこれに切ってって、これをスチーマーに入れて氷水で冷やすみたいなことをやっていきたいと思います。いいですね、こういう単純作業は。あの、なんかずっとなんか作ったりするときめっちゃ頭使うから、単純作業はなんか楽でいいです。頑張ります。見てください、これはあのチリコンカンですね。あのブルーマウンテンでなんかチリコンカンって話してたじゃないですか。それみたいな感じで、これはチリですね。めっちゃ大量の量を作ってます。匂いがめっちゃいいです。はい、外はね、多分2時間前ぐらいからずっと結構雪が降ってんで、明日はパウパウの可能性高いっすね。つっても6時から仕事だから滑れないっすけど、さっきのチリを冷やしてます。はい、仕事が終わりました。今ここロッカールームで上着を着て、今日はね、12時から8時半っていうシフトだったんですけど、ただいまもう9時20分ぐらいですね。ただいまもう9時20分ぐらいです。あの約1時間の残業なんですけど、まあそれ、まあ、この残業は普通に自分からじゃないけど、あの、まあ、あのほぼ自分からしました。あの別にあのこのまま帰っても、あのどうせスノボできないし、残業した方が得なんですよ、こういう時は。俺の考え的に
やばくない。さあそうなんですよ、あの残業した方が絶対得なんですよ。暗っ。残業した方が得っていうか、だってあの8時間以上だと 1.5 倍になるらしいんで、時給ちゃんと。ってことは時給30ドルなんですよ、その残業時間分。やばくないですか。てか多分俺がクックっていうポジションで、そのキッチンにもめっちゃ階層あって、なんかシェフとか、あとなんか何々シェフ何々シェフとか、あとはディッシュウォッシャーとかプレパクックとかいろいろあって、多分クック真ん中ぐらいなんですよ。コッククックわかんないけど、まあ俺のポジション真ん中ぐらいなんですけど、それでも時給21ドルだからめっちゃいいっすよね。はい。しかもあのディッシュウォッシャーとその完全に分かれてるのがめっちゃ嬉しいです。そう、皿洗いしなくて済むんですよ。普通あの飲食で働くと最初って絶対あのディッシュウォッシャーやらされるんですけど、こっちはディッシュウォッシャー専門の人がいて、その人がずーっとディッシュウォッシャーやってるんで、なんかいいっすね。それはいいです。まあということで、その8時半だったけど1時間ぐらい残業しました。その後も全然できたんですけど、なんか疲れたらなら帰っていいよみたいな感じで言われて、俺もまだまだ別に、なんか正直この時間あんまり忙しくなかったから、まああのなんかしないといけないんですけど、忙しくなかったから働いてもよかったけど、まああの明日朝早いし寝ようかなと思って帰ってきました。でご飯持って帰ってきました。これはクッキーと、あとねこれは鶏の胸肉かなを3枚と、あとブロッコリー、このタンパク質ご飯を持ってきました。けどこれは今日食いません。あの冷凍しといて、あの飯ない時に食います。もう今日はね、昼あの朝起きてバナナ食って、で昼にブリトーみたいなおまかないみたいな感じで食って、でその後はもういろんなものをなんかつまみ食いずっとしてたんで、もうお腹が減ってないんですよ。ということで雪も積もってるしいいっすね。とりあえずちょっと家に帰ります。こちらがお家です。お家に帰ったら、はい、こんな感じであのみんなスノボーがありますね。ブルーマウンテンの時はね、従業員普通にあんまりスノボを自分で持ってる人とか結構ガチでやってる人いなかったんですけど、多分こっちはほぼスノボをやる人しか来てないです。あのみんなスノボの多分あの道具持ってるし、はい、楽しみっすね。とりあえず家に帰ってきました。はい、ただいま家帰ってきてシャワーを浴び終わりました。まあ髪の毛は洗わなかったんですけど、ちょっともうめんどくさくて、つかまあ普通にスノボしてないから体だけでいいかなと思って、でもねあの足は絶対洗いたかったんで、だからずっとねあの8時間ぐらい立ってると、違うか9時間半とか立ってるとね、やっぱ足が臭くなる。そんなことはまあどうでもいいんですけど、そんな感じでね、まあでもやっぱね、あのシェフがその俺以外にそのシェフの、そのクックじゃなくて、あのクックさんじゃなくて、コックっていうのは多分あのシェフよりはちょっとあの格下、あの俺と同じようなポジションの人が何人かいるんですけど、俺より偉いそうなんか指揮を取る系のシェフが1、2、3、4人ぐらいいるのかな今の時点で。なんかまだあのなんか今休暇取ってる人もいないです、いるらしいんですけど、4人いて1人がちょっと厳しいんですよ。あの厳しいって何に厳しいか、あの基本的にみんな優しいんですよ。あの優しいし、まあ、なんかあれなんですけど、まあ、なんかちょっとみんなあの全員ちょっと怖いんですけどね、見た目は怖いんですけど、みんな優しいんですけど、1人だけはちょっとまかないに厳しいんですよね。まかない1回って言われて、だからそれだとその朝食ってその昼あの持って帰るってことができないんですよね。で朝働くとすると、あのその人が朝の人だから、なんかそれでこの間言われたから、まあちょっとそれ困りますね。あの飯持って帰れないってなるのはね、ちょっときつい。別にきつくはないですけどね、別にスタッフ食堂使えるし、スタッフ、うん、まあ、別にいいんですけど、なんかなんとなくね、そのなんか飯を持って帰れないっていうよりも、そのことについて怒ってくるっていう性格がなんか嫌ですね。別にいいじゃないですか、ガチでたくさん あるし、もうみんな食ってんだから別にいいじゃんと思うんです。なんかちょっとね、なんか厳しいんですよフランス人。
フランス人のイメージちょっと下がりました。なんかケチくせえ。他の人はね全然。しかもね、あの中にはあれですね、めっちゃ忙しい時もあの食いながら仕事してる人とかもいますね。まあ俺もその一人なんですけど、はい、ずっとね結構一日ひっきりなしに食ってるからちょっと太る心配がありますね。でも本当にね、なんか目の前にあの食べ物があると止まんないですね。普通に無理だわ。はい、しかもあのなんかホテルのレストランで朝昼夜やってるから、あのメニューのあの種類がめっちゃ豊富なんですよ。普通に俺は気づかなかったんですけど、なんか夜だけのメニューもあって、今日があの初の夜シフトだったんですけど、それ米もあったし、米もあったしパスタもあったし何でもあります。でもうあの夜はステーキとかめっちゃあって、あとなんかユッケとかもありました。なんか生肉みたいなとか、あのエビとかなんかホタテとかのなんかあのソテーとかもあって、でデザートとかも結構あって、あのケーキとかね。で、はい、すごいっすねマジで。結構ね値段見たらマジで高かった。ステーキとか60ドルぐらいしたし、普通の高が、あの例えばなんかユッケのやつも2500円ぐらいだったし、他値段見てないけど、あの全部普通に高かったっすね。野菜、あのサラダとかも普通にエビのトッピングに1000円とかかかるから、はあ、本当に結構高いレストランなんですね。そりゃそうっすよね、こんな山この2000メートルにあるから、そこまで材料とかも運ばないといけないしね、まあ、だからその俺らの給料が結構高いっていうのも納得できますね。時給21ドルはやばいっしょ。でもこの時給、これで時給こんなに結構大変で時給21ドルだけど、俺が日本で家庭教師やってた時あんなに楽で時給3000だったからな。しかも交通費1000円出てたから、2コマか3コマやってたから、だから2時間で7000円とかだったから、あの時の、あの仕事は神でしたね。まあ、あれはまあそんな、なんか長時間働けないからあれなんですけど、まあ、ここは長時間働けるからさ、なんですけど、そう考えるとね、やっぱ家庭教師ってすごい仕事だなと思いますね。時給3000って結構すごいですよね本当に。まあでも普通に今の時給あの21ドルも結構すごいけどね。まあでもね、それぐらいもらっていいでしょうっていうぐらいのね、あの仕事はしてる実感はあります。これで時給15ドルとかだったら即辞めるレベルで、はい。であとめっちゃポジティブに考えると、まあ、あのハウスキーピングの時より時給いいし、その人と結構喋る機会が多いから、その英語的にも、しかも喋るっつうか、なんか聞かないとまずな仕事になんないから、なんかそれでまあ英語的にもその向上力が見込めるし、まあ、スノボーも一応どのシフトでも滑ろうと思えば滑れるんですよ。あの6時2時半だったらその後滑れるし、12時あの8時半だったら、まあ朝早起きしてゴンドラ7時半から動いてて、でリフト9時からなんですよ。だからゴンドラ7時半から、だから7時ぐらいに、あ、まあこれはあのそんなことしないんですけど、超効率的に行くとすると、7時から滑って7時半に下ゴンドラついて、7時半から9時まで1時間半ゴンドラ回して、でその後9時から11時半ぐらいまで、まあ、パーク滑るみたいな。でもパークが9時に開くとは思えないけどね。そんな感じで、まあさすがにそれは しないけど、そんな感じで滑れるし、で普通に2時半11時とかが一番俺の理想ですね。朝から普通に2時ぐらいまで滑れるっていうのがね、それが一番理想です。で俺それを今日もう3回目ぐらいなんですよ。普通になんか始めて3日目ぐらいで3回目の頼み事したんですけど、シェフにいや行ったけどみたいな感じで、まあ、でもその人優しい人でだったんですけど、まあなんか今人足りないし、あの夜の方が忙しいから、この朝の忙しさに慣れてからみたいな感じで、なんか徐々にみたいなこと言われました。いやね、もうダメなんですよ。だってもうあと2ヶ月もないから、その徐々にとかやってたらシーズン終わっちゃうんですよね。しかも収録なんですよ。収録っていうのがね結構うざいっすね。しかもほぼ全員あの全員でしたね。キッチンスタッフ全員収録でした。しかもこれ休憩ないからね、休憩ないで収録ってやばいでしょ。収録はねちょっと慣れた。せめて週5だったら週2回滑れるけど、収録だったら1回しか滑れないんですよ。マジありえない。はあ、まあでもね、あんまりなんか悪いこと考えないで、いいことばっかを考えて、逆に言えばね、お金が貯まるんで、はい。そうっすよね。じゃあ待ってよ、収録と週5で働いた時に、
全部で8週間あるとして、収録で働いた分を計算しますね。収録で働いた分って全部さ残業代になるんだよね多分。ことは時給30ドルかける、まあ、8時間だとして240ドルだ1日に。でそれが8回だからだから20万ぐらいプラスなんか、それだけで。え、収録嘘でしょ、うわマジだ。待って、 240×8 っていくつですか。 240×8、 え、ほらやっぱ20万だ。それだけでプラス20万なんだ。そう考えればね、普通に夏にニュージーランド往復でもし飛行機で行ってちょっとスキーするってなっても、それでもね、そう考えれば確かに結果的にはプラスになることもできるのか。すごいな。てかすごいな、収録。え、収録で働いたらその時間全部あの 1.5 倍になるのかな。それだったらマジ熱いな。まあ確かにそう考えるとまあ悪くはないって感じですかね。はい、明日は6時から2時半なんでね、もう2時半に絶対すぐ上がりたいと思います。あとこの、あの足の傷が痛い、地味に痛いということで、まあはい、もうね、まあせめてトロントからこっちに来れてるだけでも幸せだと思うし、そうなんですよね普通に。まあ普通にやっぱりなんか、でも人間ってこう自分がいい環境にいるともっといい環境にいたくなっちゃうんですよ。その現状では満足できない、いい生き物なんですよ大体。あのもしこれがもっと悪い環境だったら、普通にもし今の環境を多分あの羨ましいと思うんですよ。まあだからこの現状に満足するっていうことは、その満足っていうか現状の幸せをちゃんと感じるっていうことは大切だと思うんですよ。なんか前なんかで見たんですよ、なんか幸せな人と幸せじゃない人の違いみたいなんで、幸せじゃない人はなんか自分が幸せじゃないと思って今ある幸せに気づけてなくて、その理想が高い的な。 でも幸せに生きれる人っていうのは、その今自分が置かれてることの幸せを実感できてる人は幸せになれるみたいな。で俺ねそれを見てからね、こうやっぱあのそうしないとなと思いますね。まず日本に生まれたことでまあだいぶ幸せだし、普通に今生きてて今大きな怪我もしてなくて病気もしてなくて、もうましてやね、こうカナダにいて好きなことだけやって生きてけて、スノボーもできてお金もあるっていうね、まあ、そう考えればいいんすけど、あの見てる人からしたら、いや何の不満があるんだよと思うかもしれないですけど、俺的には結構不満が超多いんですけど、まあ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 ってことで、今の幸せをかみしめて生きていこうという動画でした。では歯を磨いて早めに寝たいと思います。お、待って待って待って、おや OK、 今ねちょうどシェフの人から連絡が来ましたね。はい、ということでおやすみなさい。なんか昨日ね結局あの10時半ぐらいに寝るっつって12時ちょいとかになっちゃったんで、あのこれからは毎日マジで11時前には寝るように努力します。ということでおやすみなさい。